粟市場駅は、かつて、徳島県鳴門市大間町市場に存在した、日本国有鉄道高徳本線の駅である。単式ホーム一面一線の地上駅。ホームの長さは、車両一両分程度であった。粟電気軌道として開業した当時に、市場駅として開業。粟鉄道の国有化時に、粟市場駅と改称した。当初のキロほどは、池谷から 2.0km、かつ自ら 1.2km であった。また、旅客の取り扱いに制限があり、粟線内及び吉野川連絡線との間での乗車券のみが発売されていた。国有化当時は全列車が停車しており、1934年12月時点でも変わりがなかったが、その後武谷線直通もしくは池谷駅折り返しの列車のみが停車し、池谷以前の高徳本線に直通する列車は通過するようになった。停車していた列車はすべて気動車であった。やがてさらに停車列車の削減が進み、1942年11月の時点では下り6本上り9本、1944年11月の時点ではわずかに下り2本上り1本のみとなっていた。1935年3月20日に、高徳本線所属になるとともに、改めキロが実施され、池谷から 1.6km、かつ自ら 1.1km となった。また、乗車券の発売範囲が変更され、高徳本線づくり連、佐古間、鍛冶屋源線、武谷線、徳島本線、徳島粟川島間、小松島線、徳島小松島間との間の乗車券が発売されるようになった。さらに1936年8月1日には、徳島本線全線との間が追加され、1937年7月6日には、牟岐線全線との間が追加されている。戦後の1950年の時点では、日本交通公社の時刻表にはすでに路線図、時刻表本文のいずれにも掲載されておらず、戦争末期から終戦直後の間に営業休止になったものと、考えられる。しかし書類上は、1954年12月1日から、旅客取扱区間の制限を撤廃したことになっている。その後は一度も復活することがないまま、1971年4月1日付で、正式に廃止された。高徳線沿いに、現在もプラットフォームが残っている。ありがとうございます。